WRX STI。 サイズはいいよ、コンパクトでバルブルーや、シンプルだね。戦う車だから、水平対向エンジン最高。スバル好きな人はこういうのがいいってよ。これだって、他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは、本日の車選び .com。 またエロ本持ってるやつがいるよ。フライデーおかわりいただきました。ハチコです。アイザナナコです。日本一キュートなレースクイーンやらせてもらってます。デデン、何がよ、デデン、日本一レースクイーン日本一女優だろお前。キュートなレースクイーン、ちょっと面白いレースクイーンになりたいんですよ、ね、まあ、間違ってないと思うんだけど、日本一キュートとかって日本一ってつけちゃうとどっかからクレーム来たりしないのかな。まだクレーム募集してます。藤木からクレーム来るだろ。藤木はだって五冠の帝王だよ。五冠の女王です、さすが。私の方が日本一キュートとかっていう人とかいない、出てこないのかな。じゃあ対決しましょう、対話を始めましょう。皆さんぜひ。で、今日は、今日はですね、今日はこの青い車ですよ。これなかなか可愛いよね。可愛い、おもちゃみたい。青といえばWR ブルー。でで、そう、ね、目が可愛いね、でかくて。そう、うんうん、ね、これ2世代目のインプレッサなんですけど、うん、2世代目のインプレッサって顔が2回変わってるんですよ。だから3つ顔があるんですよ。あ、そう。1つが丸目、丸目で、2つ目がこのライト、まあ、これちょっと涙流してみたいで、涙目なんで、涙袋を作ってる感じ。そうそう、でかい。で、あとは3つ目の顔は、はい、もうちょっとこう、なんて言うんだろうな、シュッとシュッとした鷹の目って呼ばれてるやつがあって、これこのわざとらしいインテーク、なかなかすごいよね。これそうですね、スバルっぽいよね。これはなんか面白いですね。ここになんかいたずらしたくなっちゃう。いや、俺的にはもうスバルってこうだよな。そうそうそう、スバル乗ってる人もこれじゃなきゃね、になるんですよ。もうスバルって言ったらこれがないと、なんだって感じだよ。うん、こういうわざとらしいのがいいんだよ。なるほど、そうですね。僕やってますんで。そう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 、もう、この顔は可愛いわ。可愛い、おもちゃみたい本当に。当時ね、こうちょっとね、この涙目はね、流行ってたんですよ。だってポルシェがそうだもんね。あ、ポストポルシェもそんな感じだし、あとトヨタのね、ビッツとかもこういう涙目形状になってたりして、うん、まあ、流行りだったんですね、この時。なんか2000年代初期ってあれな、この お目目大きいの流行ってる。あ、そうそう、2000年代初期、そう、ちょうどね、この車2004年モデルです。で、この2代目インプレッサは、2000年から2007年まで、販売してました。これは台数多いんじゃないの。これはですね、結構、結構売れました ね、 多いですね。ちょっと数字手元にないんですけど、いや、これは結構売れたし、見たよ、ね、うん、で、この WRX っていうのは今ね、現時点では WRX ってインプレッサから独立した車種になってますけど、この時はまだインプレッサの高性能バージョンだったんですよね、で、その中でも WRX の中でもさらに高性能な位置づけなのが WRX STI と、で、今日の車は WRXSTI ですね。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。これは覚えてる、ベストモータリングでさ、軍祭をガンガン走ったよ。そう、そうですね。いや、もう FR ベースの四駆っていう感じ、あ、そうそう、だからもともとはね、ラリーに出るためにちっちゃい車、ね、ボディに高性能な、エンジンと、それから四駆を押し込んだっていう車で、だからライバルがね、ランサイブルシュ、聞いたことある？ライボ、ライボ、ライボね。ただ当時もうライボと切磋琢磨して、でもう本当にあいつより速い、あいつよりこっちの方が速いっていうのをやり合ってた、まあ面白い、車好きとしては、ね、面白い時代でした。へえ、走れる子だん、走れる子。そうそう、いやだけどさ、このサイズはいいよ、コンパクトで、大きい感じしないですね。そうそうそう、ね、いや、この頃の車の大きさっていうのはいいよ。いいですね、サイズ感がね、そう、でかすぎて怖い時あるもんな。この時代ってやっぱ辰巳さんがやってたもんね。そうですね、この時代は辰巳さんがもうWRX 系の味付けは全部やってました、ね、STI 系は本当辰巳さんだった、ね、何なんだそのエロ本は一体。ああ、ここ、ここハマるんだけど、基準にね、フライデー一冊分です。フライデー一冊分の高さがあるっていう ね、 高さ、そういうことね。大きい、これもね、だからもう WRC マシンの子ねからのフィードバックというか、あ、そうだよね、こういうでっかいスポイラーとかね。あとはでかいわ、まあ、ジンベエザメの口、このね、ボディカラーのね、この WR ブルーマイカって、WR は
ワールドラリーです、ね、ワールドラリーラリーカーがこういう色で走ってて、まあ、555とか書いてあってね、スバルブルーだよ、スバルブルー、そうですね、うんうん、でホイールもこうゴールドのホイールで、うん、そう定番ですね当時のね、スバルといえばブルー、ブルーアレックス、ね、うん、イメージありますもんね、中までブルーですからね、うん、よいしょ、あ、こうこれもいいな、なんかつま先がさ、はい、シートの下に入るから、あります、ね、楽ちん楽ちん、うん、全然楽ちん、なんか今目いっぱい下げてる状態ですけど、ここが隙間空洞空いてるから全然きつくない、こうえぐってるからさ、僕のポジションに合わせると、うん、全然いいぐらいですね、もういいよ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、うん、いい感じ、いや、これはなかなかいいぞ、居心地いいよ、あのパッケージング自体は実用セダンなので、うん、後席もちゃんとね人が座れる、もう170、あれ、あちこさん何センチでしたっけ、何ですかこれ、173です、173でも問題なく、後ろから物が、後ろから物が取れる、なるほど、いいじゃん、ほら、ね、これはこれでいいよ、いろいろ面白いです、まあ、シートもブルーだし、あと下もね、フロアマットもこれ、うん、フロアマットってフロアカーペットもブルーですね、これね、スバルブルーや、うん、徹底的に凝ってますね、ね、凝ってるよね、うん、ほう、失礼します、シンプルだね、シンプルですね、めちゃシンプルだね、これはD、うん、あ、そう、これがね、その特徴的な、あ、そうだね、 STI にしか付いてない、そう、デフね、デフの設定ですね、クルー、C はね、コントロールかな、コントロールデフ、うん、まあ、正式に言うと、DCCD、ドライバーズコントロールデフだったと思う、うん、これをこっちに L に持っていくと、ロック、そうですね、そう、中間はこれフリー、中間、まあそう、それを自分でフロントデフを強くするのか、うん、リアデフを強くするのか、中間なのか、まあ、基本はフロントデフを強くするのか弱めるのかなんだよ、うん、そう、そうですね、そう、だからセンターデフのロック率が変わるんですね、うん、なのでトルクがフロント寄りになるか後ろ寄りになるか、そうそうそう、で後ろ寄りになっていくとドリフトみたいにね、うんうん、アクセルでこう、そうそうそう、共同コントロールできるようになってくるんですね、こういうのいいよね、あら珍しい、うん、あと面白いのはなんだ、これこれとか、これなんですか、うん、あ、これね、噴射、そう、噴射、インタークーラー、インタークーラーを冷やす、うん、そう、おインタークーラーウォータースプレー、あ、そこか、で、これがウォータースプレーオート、あ、そうですね、うん、そうそうそう、こっちはもう強制的に、はい、俺は冷やすんだ、みたいな、そうですね、冷えてる、今、冷えて落としてますね、で、それね、で、これは今見たらドライバーズコントロールデフのメインスイッチでしたね、うん、なるほど、手入れたらこれが効く、はい、そうなるほど、そうそうね、いや、この水平対向の音、これだよ、ドロドロドロ、そうそうそう、ドルルルン、このメーターがなんかヒルアンドンみたいでいいね、ヒルアンドン、いや、よくは見えないなるほど、あ、見えない、確かに見えないね、うん、昼間なんだけど見えないライトつけたら全く見えない、確かに、なかなか見づらいやん、見づらいよ、うん、エンジン見てみよう、エンジン、武闘会行けない、武闘会行けない、うん、エンジン見てみよう、そういう車じゃない、競技に行く車、競技に行く、そういう車じゃないんで、そう、天下一武闘会に行かなきゃ、うん、これはね、戦う車だからそういうものはついてないの、戦い、戦うぞ、うん、行けるかな、行けた、すごいね、最近ね、最近ちょっと目覚ましい活躍、ね、インタークーラー冷やすために、インタークーラーがね、この辺から出てくると思うんですよね、そうだよね、うん、で、インタークーラーがあって、まあ、赤い結晶塗装、うん、ね、この辺は凝ってますね、で、もういいじゃないですか、タワーバーとかも、うん、もう富士ヘビーインダストリーですよ、うん、富士ヘビーインダストリー、富士重工、うん、富士重工、さあ、まあ、ほう水平対向エンジンですね、ピストンが左右にありますね、2つエアーもさ、もう初めて見た、熱いのは吸わねえぞみたいな、うん、もう室内じゃなくてもう外から空気を入れてる、うん、効率化、うん、面白い、大きい、だからこの辺からだよね、スバルの水平対向の音が綺麗になり始めたのは、そうですね、この辺りとかやっぱいろいろね、スバルもやり込んでて、うん、で、そう、あの昔ほどはちょっと ボロボロボロではなくなったりとか、あの音は俺は好きだったんで、ボロ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 、でも富士坪のマフラー入れるとボロボロが強調されるとかね、いろいろありますよね、いいね、2、そうそう、通情報、うん、で、あとは2室も見ますか、うん、やった、マジだ、はい、どうだっけ、これで2リッターターボで、2リッターターボで、280馬力ですね、280馬力か、はい、
こんなに開きます。お、広いわ。いや、なんで実用的なんですよ、このぐらいのね。これは広いわ。セダンって。え、だって横行き私行けますよ。これは広いわ。ほら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 。これは。すごい。これはすごい。いいんじゃないの、フライデー女。フライデー女、やばい。うん、いいんじゃないの、ほら。これで行けますよ。すごい。こんなに足伸ばせる。これ広いね。これ広いですね。8個2体。こうですな。ただ、うん、キュン。全然面白くねえ。あれ全然面白くねえ。なんだ今の。あれキュンって。8個2体いけるわ、これ。8個2体いける。いけるわ。これは広いですね。広い、これ広い。これすごい。実用的。あ、うん、今ですね、届きました。お、デレデレデレ。90リットル、ゆきさんが家出を。あ、たたたた。はい。これをじゃあ、はい。はい。縦に入っちゃう。全然広いわ。これは広い、広い。いや、全然広い。で、ここにしたら、私が入ると。あ、入れるな。ちょうど。あ、これは実用的ですね、相当。これは広い。なんかこんなに広いイメージなかったけど、すごいですね。ね、広い。まあ、ちょっとね、いいよこれ。まあ、難点を言えばね、うん、このアームがもう、アームが昔ながらなんで、うん、こう締めた時に、トランク内に張り出してしまうと、こう、うんうん、なるほどね、ってね。っていうのはあるんですけど、まあまあまあ、それはそれは置いて、それで置いておきましょう。うん、あとはまあ、斬新だよな、この取り付け方が。これね、でも昔の車は結構こうでしたよ。今は少ないですね、こういう、ね、斬新だよ。明らかに見えちゃってる、出ちゃってるからね。今時はもうかっこよくつけてるじゃん。そうそう、うん、斬新、うん、あとは、まあ、支えてますって感じ。確かに、支えてるからすごい、うんうん、こういうね、クイックステアリング STI とかちょっとこういうのいいですね、うん、クイックステアリング、うん、なるほど、ね、でも辰巳さんあまりね、クイックのステアリング好きじゃないんですけどね、うん、そうだね、しっとり系、しっとり系。へ、じゃあ辰巳マジック乗りに行きますかね。乗りに行きましょう、はい、マジックマジック、レッド。車選び .com アンバサダー土屋健一です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐ分かる、車選び .com。 おもちゃくん、なんか座高が高くなった気分。いい、ね、水平対向いいね。この時のあれは結構重めなんですかね。うん、これはクラッチ変えてるわ、ノーマルではない。お願いします。はい、行きましょう。クラッチ重めが好きな人はどういう人が多いんだろう。クラッチ重い、強化クラッチ、強化クラッチ、がっつり走りたい人です。そうそうそう、クラッチ重いと私あの足つりそうになっちゃうから。確かにあの、うん、そう、うん、まあそうなの、正しい正しい正しい、それはそれはあるな、うん、最初筋肉痛になっちゃいそうだった。そう、教習所いいね、なんかスバリスト、うん、ですね。なんかここの空間広くないですか。めっちゃ広く、こんなもんだっつの。あれエアインテークすげえな、これ、これでもかみたいな。すごいっすね、これだけ視界に入ってくるんですよね。そう、スバルらしいよね。なんかここからビームでそう、ジューンって。確かに、確かに。スバルらしいよ、これ。確かに。はい。で、まあ、2リッターボクサーターボ、うん、280馬力ですね。はい。トルクが 40.2 キロ。おお、うん。まあ、十分にありますね。十分、十分。で、6速マニュアル、うん、はい、で、これ普通の WRX は5速マニュアルで、はい、STI になると6速なんですよね。あ、そうか、いろいろ違いますね。はいはいはい、なるほどね、うん、まあゴツゴツはきます、後ろに座ってても、うんうん、そりゃしょうがないよ。うんうん、うん、あ、そりゃしょうがない。私も太ももの肉が揺れていく。プルプルしてる。プルプルしてる。私の太ももがプリンちゃいになってる。それはしょうがないでしょ。シート位置高いのめっちゃすごいな、うん、めっちゃ、まあ、グイグイ系ですね、この子。グイグイ系、グイグイ系、これはもうほんとさ振り回したな、出てきた時。うん、でもなんかこれは振り回したくなる気持ちはちょっとわかるかもしれないです。あ、ベストバランスですよね、サイズと。そう、パワーと、ほんとそう、ほんとそう、うん、あ、パワー感じる。うん、いやーみたいな。何その気合い、なんだそれ。中山きんさん。なるほど。パワーみたいな、ちょっと
とこの子がおもちゃ感あるからパワーぐらいの。いやいいよなかなか。でも武骨な感じよりポップな感じの力強さ、ね、そう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 、うん、いやいいわなかなか、うん、やんちゃ、うん、ああちょニコニコしちゃいますもんなんか、うん、あやんちゃだねみたいな、よしよしやんちゃだよ本当に。まあ、この時はねやっぱ日本車がもうラリーでイケイケで、そうそうそう、すごい黄金時代でしたからね。三菱とスバルはすごかった、バチバチでバチバチやり合ってて本当面白い時代でした、うん、いいなそういう、うん、こことここがバチバチみたいなやつって今そうな、あんまない、あんまないですね、うん、今はね。そう、うん、いやいいわ久々に乗ったけど、うん、あやっぱいいな、めっちゃ笑顔の土屋さん気持ちよさそうだもんな、めっちゃ笑顔だもん。いや気持ちいいよこれほんとジャジャウまで、うん、かわいいなって感じでニコニコしちゃうのちょっとわかるかもいやほんとに、ね、パワーといいトルクといいね、ほんともうその大きさといい重さといい、うん、いい。そうですね、まあ辰巳さんがねこうやって鍛え上げて、うん、辰巳マジックよ、辰巳マジック、マジック、ね、なんでマジックなんですか。辰巳さんが触るとこういう車が出来上がる。へえー、魔術師や。そうそうそう、だから辰巳さんが触った車は大体 STI なの。おー STI いいわなかなか。このギア比の振り方もいいねクロスで。まあねその本当に速く走るためのねいろいろ考えてギア比もそうだし四駆システムも、うん、とにかくちゃんと曲がって、うん、でドライバーの思い通りにこう曲がって動くっていうのをね、うん、ものすごいこう目指して、ね、ハイレベルでどん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 突き詰めていった時代ですからね。そう、本当そうっていうのは、いや、いい時代だよ。そうですね、うん、本当にいい時代、うん、でもちょっとニコニコするのめっちゃわかるなんでだろう、なんでだろう、やんちゃだから、うん、この子がやんちゃだから可愛く思えちゃう、うん、いきなり免許取ってこういう車買うのもいいかもね、うん、育ってる感じ、うん、育てながら育つ感じ、そう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 子供だ。やっぱ今時の車だと全てができすぎちゃってるから。そうなんだよね、うん、でそうですね、できすぎくんばっかりですね、うんうん、ほんとそう。でもこの真ん中のがあるとなんか車間距離分かりやすそうですね目印あって私距離のね掴み方がちょっと難しいから。なるほど、いいよこの強烈なこう、うんうん、インパクト、これでもかみたいなエアインテークでさまああの藤木由紀ちゃんみたいにね、あのない方がスマートでいいっていう人もいるけど、うんうん、でもこれがあるから邪魔だっていう人あんま聞いたことないですもんね、うんうんうん、なんか便利に使えそう、うん、スバル好きな人は来れないんだって。最高、もうスバル好きな人はこういうのがいいわけよ。これだって普通の車だったらね、あの視界の邪魔とかもう普通なら、ね、言われちゃうんだけど、 それを言われないのがやっぱスバルの強みですね。じゃあちょっと皆さんにもこの視界をあげますよ。ハチコカメラ、うん、ででん。普通の人が考えたらこのインテークはなんだこれ邪魔だって、うんうん、そうですね、ハチコの目線こんな感じ。スバリストはこれがいい。いやそうなんですね、これがスバル。でもなんかそういうなんかなスバリストさんだったりとか、あとはもうなんか結構いろいろあるじゃないですか、メーカーさんによってなんかちょっと愛のある方々で、うん、なんか自分はこれ派だけどこれはこうですみたいな感じのあれはコメント欄に書いておいてください。私が勉強します。見てる人向けのメッセージだったので、ね、私が勉強しますスバリストの皆さんは愛がめちゃめちゃ強いイメージはある。いや愛は強い、ね、あるね、強烈だよスバリストは。本当にめちゃくちゃ分かります。ああクラッチ重クラッチ重クラッチで筋肉痛なんないんですか。渋滞とかだったらなるかもね、慣れてるからなレースで。吸ってる人は見たことあります。うん、吸ってる人クラッチで、クラッチで吸ってる人レース中吸ったことあるよ。いつ吸ったんですかそれ。何
なんだろうな、レース中釣ったな。1回ですか？2回ぐらいあるかな。釣った。僕は高速走っててアクセル踏む右足釣ったことありますよ。へ、めちゃめちゃペダルが変なレイアウトの車で。マジかい。釣ったりどうするんですか？お、釣ったって言いながら。そう。もう我慢するしかねえよ、レース中が。ボって見ながら。レース中は我慢するしかない。確かに。皆さんマグネシウムをいっぱい取ってください。あれ釣らないの、マグネシウム。マグネシウム釣る前にマグネシウムだった気がする。へえ。はい。ありがとうございます。はい。いいね、STI、うん、STI いいっすね。笑っちゃう、いい車だったな。笑っちゃうわ。他にないならここに来い、車選び .com。 というわけで今日は、おうおう、びっくりした。まあ、HMR さんのね、在庫の車を見てきたわけですけど、まあ、WRX、STI、まあ、ここに来ればいろんな車あるね、うん、そうですね、これのね、あの他のもっとマイチェン後の最終的な、うん、顔になったやつもありますし、ね、いろいろありますけど、86は売るほどあるけどさ、ええ、やっぱこういう希少車もさ結構あるね、 HMR は、うん、そうです、まあ、これ希少、これ希少割とはい、うん、まあそうですね、うん、見てくださいね、皆さん。いや、弾数はそんな多くないと思うよ。そうですね、まあもうね、これ乗ってるやつは売らない、売らないですね。さすがにやっぱりもう20年経ってるので、20年経ってるっていうか20年経ってるので、価格的には買いやすいんじゃない。そうですね、この車自体は、ね、でもやっぱりね、そこそこします。200万、200万円台後半ぐらいするのもあるし、これ調べてやっぱり綺麗なやつはですね、あ、車選び .com で、うん、67台、うん、今朝時点でありました。 あるんだね。でそしたらですね、下は120万円台ぐらいからで、上行くともうね500万に近いやつ。え、マジで。ただそれはちょっと特別な仕様だったり、その限定車だったりがそのぐらいで、普通のまあカタログモデルのやつはまあ大体400万ぐらい。それでも高いですけどね、上限。それは綺麗なやつですね、やっぱり400万高いね。やっぱりね、もうこういうのはなかなか出てこないんで、欲しい人は欲しい。スバリストはさ、こういう車に乗せたら売らないもん。そうなんですね。車自体ね、楽しかったね。うん、土屋さんが隣にニクニクでした。ずっとニクニクでした。いいよこれ。楽しかった。本当にこの時代のスバルってもうランサーやっつけてやるみたいなさ。そうそう、もう、うん、ランサーやっつけ世界征服ですからね。そうそうそう。世界征服ってなかなか出てこないキーワードですよ。間違いないですね。うん、なんか WRC でも本当ランエボとやり合ってるから。そうですね。そんな時代の、ね、そういう時代の車ですし。めちゃくちゃ楽しかったですこれ。うん、楽しい。ね。この子。ということで、よかったらいいねを押してください。登録もお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。